間際で見せてくれましたね。笛が吹かれるまで諦めない、やはりこの気持ちを最後まで持てたかどうかってことですよね。はい、そうですね。さあ、放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。本日の試合解説には北澤豪さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ガンバ大阪1対0で勝ちを収めています。